こんちです。今日はですね、クリーン、ハイクリーン、パワークリーン、チパクリーン、なんでもいいですけど、クリーンのウォーミングアップを紹介していきたいと思います。全部ですね、3レップから5レップぐらい、やるといいウォーミングアップになるんじゃないかなと思います。それでは、動作、動きを確認していきます。最初はハングのポジションからヒップまで、持ってくる。デッドリフト5回。続いてハイプル、肘を高く外に伸ばしながらいきます。足をつま先を立てたい人はつま先もぜひ立ててください。それが終わったらマッスルクリーン、ハングの姿勢から肘の返しを意識したドリル。これが終わったら、バーをですね、シャフトを肩にフロントラックの位置に乗せたまま肘をローテーション、エルボーローテーションを左右3回から5回ずつ。それが終わったら一旦ですね、ストリクトプレスを入れます。そしたらバーをまた肩に置いてですね、手首をフロントラックポジション、肘をぐっと持ち上げたらフロントスクワット、これも3回から5回ぐらい。続いてプッシュプレス、そしたらですね、1回バーを腰に戻して、続いてハングバークリップとプッシュジャック、最後フローからスタートしてスクワットクリーンしたらスプリットジャック、こんな感じでですね、全ての種目を3回から5回ぐらいやってもらうと、いいウォーミングアップにもなるし、個々の自分の苦手な部分も練習できる、ドリルにもなるので、皆さんぜひやってみてください。